空を撮るため各所に飛び回り旅をしながら撮影しているというフリーのカメラマンである初老さん。今回はそんな模様を密着取材した。まあやっぱりその空って飽きないでしょ。ずっと見ててもそれがいいんだよね。飽きない、いつも違うでしょ空って。夕日の映える空を撮ることが特に好きだという。数年間で撮影した写真は億を超える。得たもの、ああ、写真、写真かな、空の写真。カメラを片手に旅を続け、出会いと別れを繰り返しているという。やっぱりいろんな人に会うよ。みんな空が好きなのかなとか思うよね。あるよ、宿泊まる時とかコンビニとか。空を撮るために危険な地域にも足を運ぶという初老さん。そこでしか見られない景色というか空がね、あるんだよね。越えた先にあるみたいなね。あれよ、やっぱりこのサファリというかアフリカというかね、稲毛でいるんだよね。どう猛な野生の動物、近づかれたこともあるよ。逃げたけども。まあそうだね、カメラをまあ買ったから、まあカメラ買ったら撮るでしょう写真。たくさんの表情を見せる空に魅了され、孤独を旅する初老さん。その瞳に映る世界はたくさんの人々とつながっているという。